はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、久々にやってきますよ。最近 Amazon で買った安くていいものシリーズでございます。はい、ということで、結構ですね、最近もこの Amazon の方でね、ポチポチとね買い物をしていて、中でもね、すべてこの1万円以下で購入できる、比較的この安くていいものっていうね形で、買ってよかったなと思ったものを、紹介していきます。では早速いきましょう。はい、ということで今回ピックアップしたのが5つになります。早速紹介していくんですけども、まず最初に紹介していくのね、ちょっと地味なんですけど、これね結構いいなと思ってるものですね。はい、こういう感じのものなんですけども、これタンパク質がしっかり取れるスープでございます。コーンクリームのスープですね。はい、これね、箱に関してはもう捨てちゃったんで、中身のね、この袋しかないんですけども、よくある、コーンポタージュみたいなやつなんですけども、これ味の素クノールの、これコーンスープなんですけども、実はその中にですね、このタンパク質がしっかり取れるスープっていうシリーズがあるんですよ。で、通常のやつと比べると、ちょっと味違うんですよね。通常のコーンスープよりも、ちょっとコーン感が少なくてですね、どっちかというと、やっぱポタージュ感が強いかなっていう感じの味にはなってます。だけど、結構ね、このタンパク質が多い系のね、食品とかって、粉っぽかったりとかですね、明らかにちょっとね、味が微妙だったりっていうね、ものが結構多いんですけど、これに関しては割とですね、普通に美味しく飲めます。知らなければ、ここね、なかったらね、普通にこのタンパク質系のスープってわかんないんじゃないかなっていう感じのものになってます。で、知ってたら、なんとなくね、確かにっていう感じはちょっと思うんですけども、割と自然に飲めます。さっきもお昼ご飯に、ご飯のお供にこれ飲んだりとかしてるんですけども、普通にそういう風に食事の一品として使ってもいいですし、結構ね、夜とかね、空腹になっちゃうんですよね。夜ご飯食べた後にお腹空いちゃうみたいなパターンがあって、そういう時にちょっとね、空腹ごまかす程度の時に、タンパク質とか栄養素も取れるスープを飲むと、結構ね、健康的にもいいのかなと思って、これを最近愛用してます。タンパク質は 8g、ビタミン D が 13、カルシウムが 160mg という形になってます。はい。最近購入したんですけども、地味に気に入っているので、これはリピートしてね、購入しようかなと思っております。はい。では続いてですね、続いてちょっとね、別の場所行きましょうか。はい、ということで次紹介していくのはまだ箱がありました。箱があるとね、ちょっと見せがいがあるんですけど、こちらですね。これがですね、ちょっと贅沢なコーヒー店 AGF のこれグアテマラ最上級グレード豆 100%、こちらインスタントコーヒーになっております。これ実は最近購入していて、かなり美味しいんですよ。で、コーヒーといったらですね、このデロンギのコーヒーメーカーがあって、これ豆をですね、挽いてコーヒーにできるんですけども、そのコーヒーもすごく美味しいんですけど、毎回それだと飽きちゃうんですよね。ちょいちょいね、味を変えたいなっていうところがあって、あえてこのインスタントコーヒーね、手軽に飲みたいなっていう時もあるので、こういったものも、ストックしてます。はい。栄養素的には、カフェインが1杯で 58mg、ポリフェノールが 420mg ということですね。これも使い方は簡単で、中にね、こんな感じの、スティックが入ってるんですよ。で、これをですね、普通にこの、コーヒーカップの方に入れて、お湯をね、入れて混ぜればすぐできます。溶けやすくて作りやすいですし、このシリーズですね、一応インスタントコーヒーなんですけど、インスタントらしくない味なんですよ。全然言われないとね、このインスタントってわかんないような味になってるので、すごい飲みやすいですし、美味しいです。結構コーヒー好きがね、飲んでも美味しいなって思えるようなものになってますので、インスタントで、なるべく気軽に作るけど、結構本格的にインスタント感がないコーヒーを飲みたいっていう方はね、これね、すごくおすすめなのでチェックしてみてください。はい、ということで戻ってきましたけども、次紹介していくのがですね、こちらですね。はい、これね、エルゴフォームっていうね、クッション素材の、ものになってます。で、これ何に使うのかっていうとですね、足元に置くんですよ。デスク作業をしている時の足元に置いて、ちょっと足に高さを出してあげることができるっていうような、クッションになってます。以前はこの鉄で組み立てるようなものを使ってたんですけども、ちょっと硬いしね、移動させるのが結構めんどくさかったりするので、今回このクッション系のものをね、買ってみました。ちなみにこちらですね、高さを2段階で調節できるようになってます。これが今一番高い状態なんですけども、調節は単純にね、よし、こうやって分離させるんですよね。よいしょ。で、上の方だけ、ちょっと薄くして使うっていう形で、これを使うことができます。高くするんだったらマジックテープになってるので、こんな感じで合わせてあげればまた高くなります。これがですね、このフォームの素材になっていて、この素材感がすごくいいですし、こう優しいんですよ。足触りが優しいので、裸足で使ってもいいですし、靴下とかを履いて、このデスク作業をしている時にですね、この足の元に置いてあげると、すごい柔らかくて心地がいいと
ということで、作業している時のお供にいいと思います。これね、Amazon で6999円で販売されていまして、クーポンが 5% 出ております。はい。この冬の作業している時に足元が寒いっていう時もあって、これを買ってみたんですけども、なかなか良かったです。はい、続いて紹介していくのが、これもね、ちょっとね、足元系のアイテムになるんですけども、今もう履いてるんですけど、こちらですね。これメンズのルームシューズになってます。まあ、こういったルームシューズになっていて、まあ、とにかく今回選んだのは、そんなに大きなね、理由があるわけじゃないんですけど、まあ、とにかくシンプルで劣化しにくそうっていうところをメインで選びました。一応中にはこれクッションの素材が入ってるんですけども、まあ、今のところそんな傷んだりとかね、ないですし、で、裏側はこんな感じで、まあ、普通のね、靴っぽい感じの素材になってますので、まあ、家の中とかをね、歩いても、まあ、滑んないですし、まあ、快適にね、使えてます。はい。うち、床暖がですね、今にしか入ってないので、基本的にこの裸足とかね、靴下で歩いても、今寒いんですよね。なので、まあ、スリッパ必須なんですけども、これを購入して、ね、今年は乗り切ってます。ね、これが1890円で Amazon で買いました。はい、ということで今回最後紹介していくのがこちらになります。これはですね、知ってる人は知ってるかもしれないんですけども、実はこれ、はい、こんな感じで分離させることができまして、まあ、こういった形の、これ実はですね、ノートパソコンのスタンドになってるんですよ。まあ、スタンドというか、まあ、これを使ってデスクの上にですね、置いて、で、その上にノートパソコンとか iPad を乗せて、まあ、角度をつけて、この作業ができるっていうタイプの、まあ、スタンドになってます。ノートパソコンの方には直接は貼らないので、まあ、どのパソコンでもね、快適に使えるっていうのが特徴です。ノート PC の裏側に貼るね、スタンドとかも、まあ、すごくいいのがあるんですけども、まあ、それとかは、やっぱり貼ったノート PC じゃないと使えないので、やっぱり汎用性が欲しかったので、今回これを買いました。まあ、要はこれだったら、まあ、何も貼ってないノート PC でも使えるし、iPad でも使えるし、まあ、ちょっと角度をつけることができるので、このキーボードを打ってる時の、このタイピングの角度とかも、まあ、ちょうどよくなります。あと iPad でちょっとペンシルでね、なんか書きたいよっていう時に、まあ、ちょうどいい角度に調整をしてですね、ペンシルが書きやすいっていうところもポイントです。で、今、これね、裏、これくっついてるんですけど、これはね、よいしょ。裏にこんな感じで、まあ、ちょっと段差があるので、まあ、それをこう組み合わせる形で、カパッとね、くっつけることができます。こうですね。こんな感じでくっつけることができます。まあ、こうしてあげると、まあ、ちょっと持ち運びをするときとかね、カバンとかにこれを入れとけば、まあ、ちょっとカフェで仕事をしたいっていうときに、これを取り出して、スッと分離させて、まあ、パソコンに角度をつけて、まあ、最適な角度でこう仕事ができるっていう感じになります。これなかなかね、考えられてる、ね、アイテムですね。これ山の奥ノート PC スタンドというものになってまして、これ Amazon で999円で購入しました。これが今回紹介していく中では、まあ、一番安いですね。はい、一番安いものになってます。ということで今回、まあ、久々にね、この Amazon で買った安くていいものシリーズということでやってみました。またちょっとね、多分数ヶ月とか経つとね、まあ、こんな感じで買ってよかった安くていいものとかも、ね、出てくると思いますので、まあ、このシリーズもね、定期的にやっていきたいと思います。はい。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。